皆さんこんにちは、バックカントリー裸の太です。今日は僕が使っている冬山で使っているですね、メデボバラクラバですね、バラクラバをちょっとご紹介したいと思います。でバラクラバもいろんなメーカーいろんな種類がありますので、それはまあいろいろこう良し悪しがあると思うので、その辺はですねご自由に選んでいただければと思いますけども、あくまで僕が気に入って使っているタイプだけちょっとご紹介しますので、僕はですね、まあ、ウールの素材であったりとか、フリース系の素材、ポリエステル系の素材であったりとか、まあ、素材もですね、まあ、いろいろあるんですけども、僕は結構ポリエステル系の素材のメデボを気に入って使っています。これでまあ困ったことがないという感じなんですけど、これは今ご覧いただいているやつは、これはパタゴニアの製品ですね。これはパタゴニアの R1 レギュレーターの1番の確かバラクラバっていう名前だったと思うんですけども、名前が書いてないのか、まあポリエステルですね、フリース系のポーラテックのフリース素材ですの、まあバラクラバで R1 レギュレーターの1番、今はどうなってるかちょっと分かんないですけど、以前うちで扱ってた時はエンボス系の、この裏側がですねエンボス系になっているフリースがレギュレーターの1番という名前で販売されていて、そのレギュレーターの1番のこれはバラクラバという形だ、確か商品名だったと思うんですけども、これが結構僕は気に入ってますね。っていうのはまあ一応この空気の層っていうのがこのエンボスのところで空気の層ができるっていうのと、あとは汗をかいたりとかした時にこのエンボスのところに水滴がつくと、表面張力の関係で外側のこっちの広い面、ジャージ面の方に移って、でさーっと乾いていくっていう仕組みになってるんですけども、その時にはもうすでにここがドライサラサラになるというような構造になっているハイテク繊維なんですけど、これが結構気に入っていますね。暖かいし肌触りもいいし、タオルのような肌触りっていう感じですかね。まあフリースなんですけど、それでいて表はそんなに毛羽立っていなくて非常にすっきりしていると。ヘルメットとかもかぶりやすかったりとか、サングラスとかも、なんていうかな、引っかかりやすいというのかな。サングラスもですね、このオークリーのやつはこの中に入れて耳に通さないで、この上からこう挟むような感じでつけたりとかするんですけど、その時もずれてきたりとかもしにくいということで、今もこれちょっと売ってるかどうかは分かんないんですけども、このエンボス系のやつを使っています。で似たところでノースフェイスにも同じようなこの裏地がエンボス系になったフリースのバラクラバがあるので、これも一応持っていて、これも使っているんですけども、ノースはですねフリーサイズになっていてちょっと大きめなんですね。だからちょっとこうガサガサして、まだパタゴニアのやつの方がしっかりこう顔にフィットしてくれて、非常にはめ心地がいいなという感じで、まあ一応両方使っています。このエンボス系の素材を使っているという感じです。あとはバラクラバを選ぶ時のポイントなんですけども、最近はでもこのタイプばっかりになってるんですけども、一応こう目のところの開くところが結構こうガバッと開けて、やっぱりこの顎まで出して使うことが多いんですけども、ここが一応セパレートというか切り目が入っていて、ここは開きやすいような構成になっているものを選んでいただければ使いやすい。これもそうなんですけど、これもこう上下でこう分かれていて、開きやすくなっています。でこれがこのこういうふうにこう切り抜いたような形だと、下をこう開けると上の方がこう引っ張られてしまったりとかして、大きくこう開かないっていうのも過去にはあったんですけど、最近はあまり見ないんですけど、そういうタイプだとちょっと使いづらいっていう面もありますので、まあ、ここの口のところ、口というか開くところですね、この開くところが抵抗なくこうグッと開いて、顎ぐらいまでがこうガバッと開けるようなものがいいと思いますので、まあ、その辺だけ気をつけて、あとはかぶった時のフィット感ですね。あんまりこう大きいとカサカサ動くので、特にゴーグルとかしてるとですね、ゴーグルつけたり外したりとかするときに、こういちいちこう目で棒まで動いてしまう、ずれたりとかするとまた面倒なことになるので、なるべくフィット感のいいものを選ぶようにしてくださいっていう感じですかね。まあいろんなメーカーからいろんな素材、ハイテク素材も最近たくさん出ていますので、まあその辺は好きに選んでいただければいいとは思うんですけど、僕はこのエンボス系のフリース系のメデボを気に入って使っているということで、もしよかったら参考にしてください。それではまた。
じゃあ次はですね、ここに僕はピッケルを刺しとくんで、このピッケルを超えるまでちょっと我慢してスピードをつけて、このピッケルの横に来たら止め始めると。起こさなくていいですからね。横に見えたら止め始めて、あのリュックまでの間には止める。練習をしますので、ゆっくりやってみますね。やって、こんな感じ。OK。で、まあできれば足上げろって言うんだけど、これはまあ意識ができればいいけど、まずは刺して止めることが先決だから、あの足をこう上げることに意識して止めるのが遅れたりとかするよりは、あの足はどうでもいいから、とにかく止めるっていうのが先決で、まずは練習してください。はい、 OK。 はい、ここです。はい、 OK。 はい、こらえてこらえて、はい、 OK。 はい、 OK。 はい、あれが前穂高だけ、前穂高だけの1歩、2歩、3歩、4歩、5歩、6歩、6歩の左側の見えるかな、ちょっと拡大してみようかと。あそこにこう、あそこになんかちょっと岩があるんだけど、あれがなんかタヌキに出るから、タヌキ岩。アップ。いただきます。ちょっと見せよう。本当にこんな感じです。担々麺です。はい、ゴールデンウィーク限定だそうです。どうなすんの、あのメニューにしてほしい。何、署名を集めなくてだね。いただきます。お待たせしました。あ、うまい、うまいです。この疲れた体にこのしょっぱさ、この辛さがちょうどいい。いや、これは定番にしてほしいです。ちょっとスープを飲んでみよう。うん、うんうん、ああ、皆さん準備できましたか？はい、いや、いいね。なかなかでもね、この季節にこんなにまったり山頂でまったりできるっていうのはなかなかないです。